大和証券グループ本社は業績が悪化している青空銀行に519億円を出資して15%余りの株式を取得し資本業務提携を結んだと発表しました青空銀行はアメリカの商業用不動産向け融資の不振などで今年3月までの1年間の決算が15年ぶりの最終赤字に転落していて 出資を受け入れることで、経営の立て直しに取り組む狙いです。